てるんで、最初連れてきた時はやっぱりちょっと早くなってきたかなと思ってたんで、うんうん、今そんなに早くなく、ね、寝てる時早くない、ね、うん、前はこういう 手足はむくんでない、あ、むくんでるのはずっとだけど、むくんでるのはむくんでる、で、後ろ足がやっぱりちょっと寝起きは特に追いつかない感じだけど、トイレも行けるし外にも出たがるんで、出すとちょっとの距離歩いて、決まった段ボール箱に行ってそこでひたすら段ボールかじるっていうのが1日朝晩してるんで、うん、でやっぱり最初の頃もうそんなに出ないかなと思ってたんで、飼育ケース上から手入れてたんですけど、あれひょっとしたらと思って横から窓なんでガラス開けとくようにしたら、トイレ終わると覗いてたりとか手かけたら、なんでまだまだ大丈夫そうな感じです。はい、わかります。そしたらね、はい、あの AC の薬はそのままね、はい、B のステロイドの量をほんのちょっとだけ減らします。はい、まだ触ってないもんね結局、はい、避けずに続けてたから、今あの一つのボトルに5ミリ入ってるから、はい、8分の1だけ減らします。はい、5ミリも8分のならね、であとは一緒、はい、で飲み方も一緒、はい、だからただ呼吸が本当に早くなかったら C の薬を回数減らしてみてもいいんです。はい、分かりました。これは無理やりに利尿をかけてる薬だから、あんまりそんな体にはいいことないんで、はい、ということね、分かりました。はい、じゃあその用紙ももう1枚受け付け出してきますね、はい、すいません、はい、じゃあ今ご用意しますね、はい、ちょっとお待ちください。ありがとうございます、はい、すごいねだけどそれは、うん、頑張ってる、頑張ってるよね、うん、だってこのもうちょっと頑張ったら8月さんだからもう1ヶ月になるよね。この子たちで1ヶ月頑張ったら僕らで言ったらどれくらい頑張ったことになる？うーん、2、3年、1年ぐらい。うん、僕ですよ、だって2年でしょ、80でしょ、だから、ああ、でもそうですよ。2年半、頑張って2年半、まあ、なかなか2年半いけないけど、まあ、短めで2年でした。永田さん、これ薬お願いします。プレーだけ下がる。だから、40歳、まあ、3歳生きるとしては、人間80だから、80÷3 は、だって1年で人間でいうと26年、まあ、無理やり当てはめるとね、うん、1ヶ月ってことは、1ヶ月ってことは26ヶ月頑張ったことになる、うん、すごいことなんです。で、まあ、ひてやさん排水士って結構致命的な状況だったわけですよね、うん、まあなるべく楽にね、はい、長生きできるようにお願いします、はい。